はい、皆さん、毎度、もう開幕から1週間、どうも、至って村の村長です。今日もよろしくお願いします。ほんまに、日にちって経つのって、早いなーっていうね、のを実感する日々ですけれども、もう開幕から1週間ですよ。プロ野球始まったらなんでこんな日にち経つの早いねんと。ほんま、胃が痛くなる日もね、多なるし、日にちも早なるし、なんでこんな早いやろうなとね。まあ、分析しました。プロ野球が3時間もあるからです。はい、以上です。はい、というところで、まあ、毎日毎日、娯楽として楽しむスポーツなんですけれども、まあ、なぜか、ストレスがね、溜まって、胃が痛くなって、毎日毎日、ね、嫌な気分になるかもしれないし、ハッピーな気分になるかもしれないという、プロ野球を毎日楽しんでる、まあ、皆さんですけれども、はい、今日は、ドラゴンズ、ハッピーな気分になるね、勝利を収めていただきました。しかもなんと、今季初、広島マツダスタジアムで、1勝という、しかも柳投手、今年初勝利という、おめでとうございます。お前、去年ね、あんなに苦しんだんで、ここでとりあえず1勝あげれることができて本当に良かったと思います。まあ、今年はね、まあ、去年の分、倍にして返してもらえるぐらいやってくれると思いますので、今年はまあ、エース柳に期待していこうかなと思っております。まあ、それではですね、まあ、今日は、この投手戦というところで、まあ、ゲームが動いたのは、まあ、8回ですね。まあ、我らが、翔さんですよ。翔さん。翔さんがね、ツーベース打ってくれて。ほんで、我らが細川聖也。聖也が、溜めて、解放ですわ。はい。右にね。やっぱり、こういうワンチャンスをね、逃さない。ものにする。こういうチームが、上に行くんですよ。最終的にはね。野球って9回あるうちのチャンスなんで、まあ、多くて2、3回ですよ、もう。基本的にね。まあ、そのチャンスをことごとく潰してきたのが去年までのドラゴンズですわ、もう。10年間ね。弱かった。でも今年は違うと。今年ほんまにちゃうんやと。まあ、それをね、開幕からま、体現してくれてて、まあ、細川聖也もね、まあ、開幕3連戦ほんま調子悪かったですけど、もう名古屋でしっかり立て直してくれて、で、そっから戻してくれて、まあ、2年目のジンクスやとかね。まあ、細川1年だけやとかいろいろ言う人いてましたけど、まあ、今年もやっぱ練習がやっぱね、ものを言うと思います、これは。細川選手。やっぱ尋常じゃないぐらい練習してると思うんで、キャンプからね。まあ、そういうのがやっぱね、身が出てくるのは、まあ、こっからちゃうかなと。まあ、細川聖也の本物を見せてくれるのはこっからちゃうかなと、僕は思ってるんで、ほんまに今日はナイスゲームでした。いや、もう素晴らしい。いや、ほんまね、素晴らしかったんで、まあ、ここで終わりたいなっていうところなんですけど、ゆたっとほら、あ、まだいいとこ1個あった、そういえば。田中美希也選手、素晴らしいです、もう。もうね、こんなに、バッティングもそうですけどね。やっぱ守備っすよ、守備。走塁もそうやけど。こんなにやっぱ2番に適任な選手いてへんなっていう。もう今日もね、もう、やっぱセカンドに飛んでたら安心しますよね、田中選手が守ってると。キャンプからほんま見てましたけど、やっぱ自分の前でしっかり取れて、ほんま自分の前で送球できて、で、送球ミスとかがないんですよ、一切。いや、これは田中美希が1年できたらおもろいやろなと思ってましたけど、まあまだね、まあ数試合ですけど、いや、この選手はね、ほんまに面白いと思います、1年間やってくれたら。いや、ほんまにね、これ荒木選手みたいな、背番号も似やしね、荒木が帰ってきたんかなと。まあそういう風、レベルリーダーの選手だと思いますので、皆さん、この田中美希の成長物語っていうのもね、楽しみに見ていきましょうよ、本当に。素晴らしい選手ですよ、これは。もうなんか見ててね、なんか、楽しい。うん。ゆたっとほら。田中美希選手はね、ええけど、ほんまに、もっと危機感持てや。ほんまによ、今日も 4-0、ベルトフライ、三振、ピッチャー併殺だ。ファーストゴロ。最後のファーストゴロとかね、何待ってんのか分からへんわ、ほんまに。真ん中寄りの甘いボール見逃して、何待ってんのかな思ったら、ほんで打ったら、高めのクソボールやないか、あれ。ほんでファーストゴロで、もう3番待ったのバッティングか、それが。もっと危機感持てよ、ほんまによ。もうこんなことしてたらさ、すぐに、石川なんか上がってくるで。別にね、ホームランなんか求めてへんからさ、もうあの時は、やっぱり、ライト前でいいんすよ、ライト前で。そのボールが、ワンストライク目のボールでしょ。あそこをダンクでどれ打つねんと。また追い込まれて、アウトコースの球をカットするだけか。去年と変わらないやないか。もう、お前いつまでもね、まあ去年よりはね、自信持ってやってるなと思ってますよ。でもいつまでも、甘やかして使ってくれる選手じゃないでも、立浪監督がね、よう我慢して使ってくれてると思うよ、これは。やっぱ3番バッターがもっと、機能したら、もっと楽に勝てると思う。多分1ヶ月間しかね、様子見てくれないですよ。長くて。
その間にどういう印象づけるかやと思いますよ。プロ野球の人生かかってると思っても過言ではないと思う、この4月に。それが、4月に1軍でチャンスもらえてる。これは、自分がしっかりキャンプ、オープン戦でやってきたからこういう結果をもらってる。やっぱシーズン143試合で打たなかったら何の意味もない。それは一番分かってると思います。ほんまに明日から、気合入れて叩き込んでやってください。頼みます。ユタットフラ。で、それから今日セカンドを守ってた村松選手ですね。まあ相変わらず、バント決めれないと。まあこういうね、当たり前のことを当たり前にできない選手っていうのはやっぱ使われないです。まあ頑張ってるっていうのは認めますけど、ほんまにこれもね、143試合あるうちの、たかが1試合打った。2試合打った。まあ、そんなんじゃやっぱ認められる世界ではないんで。まあ、しっかり当たり前に、バントしろって言われた場面をバントする。去年できなかったことを今年も繰り返さない。ここが僕は田中幹也選手の違いだと思いますよ。大きく出ると思いますからね、これは。ほんまにこの、やっと競争できるようになったドラゴンズ。まあ、ここからの競争は、すごい熾烈になると思いますけれども、ほんまレベルの高い選手が、レギュラー取れるようになってくると思います。まあ、最終的にレギュラー取った選手がね、レギュラーですから。まあ、ここはもう僕はすごい楽しみにいてますけれども、やっぱ当たり前のことは当たり前にやる。テントってなんぼやから。その選手が見たいからじゃないからね。テントってなんぼ。テントの選手をスタメンに入れるのは当たり前の話。はい、以上です。ユタットフラ。ほんで、なんか昨日の動画で、なんか DD 武藤が、なんか福永選手がどうのこうのみたいな。あれちゃんと野球見てんのかな？ほんまにその福永のバッティング見て言ってんのみたいなね。ほんで、一回、負けたぐらいで、立浪がどうのこうのみたいな、ごちゃ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 言うなよと。ほんまにね、ちゃんともうちょっと野球見てから物事話せっちゅうね、ほんま。まあ、ほんまね、ちょっと一遍その辺もね、まあ、叩き込んだらあかんなって思いますけれども、まあ、ほんまね、一遍その辺も叩き込んだらあかんなと。福永のどのプレーを見て、どういう風にあげろって言ってねと。まあ、一軍のその選手、二軍でね、ボン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 打ってる選手がどうのこうのとか言い出したらね、鵜飼選手だって通用するんですよ。なんで一軍で通用しやんのかっていうのをもうちょっと見ろと。そんなスプライねえことをね、ベラ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 とね、公共電波通じて言うなっちゅうよ、ほんま。わかったわ、ほんま。はい。じゃあ、今日もご視聴いただき、ありがとうございました。で、今日も広島に行かれていたドラゴンズファンの皆様ですね、本当にお疲れ様でした。明日からね、また、デーゲームやと思うんで、暑くなると思います。しっかり体調管理をして、しっかり水分補給をして、しっかりと熱烈にですね、応援して、3連戦、なんとか勝ち越しで終えましょう。はい。じゃあ行きます。おー、周平。はい。さよなら。